トヨタ S 型、エンジントヨタ 3SGE3SGE 外観、3SGE 外観トヨタ 3SGE は、トヨタ自動車製 S 型エンジンをベースに、ヤマハ発動機がシリンダーヘッドを開発した自動車用のガソリンエンジンである。本項目では、ターボ仕様の 3SGTE についても記述する。直列4気筒サイチェシー8バルブであった 2S。 E 型エンジンをもとに、ヤマハ発動機製のシリンダーヘッドを装着し、シリンダーの内径及び工程を変更して、より高出力のスポーツ志向に振ったものである。1984年6月にマイナーチェンジを実施した二代目カムリ、及び姉妹車の初代ビースタに初めて採用された。採用当初はレギュラーガソリン指定だったが、後の高出力化に伴い、 ハイオクタンガソリン指定へと変更された。1980年代から2000年代中盤までのトヨタの中型車のスポーツグレードに幅広く搭載されてきたが、2000年代以降実施された低排出ガス車認定制度に非対応という理由で2007年5月をもって生産を完了している。当初は自然吸気仕様のみだったが、1980年代後半には、 ターボ仕様の 3SGTE も登場し、セリカ GT4 などに搭載された。1994年2月、3SGTE の液ーストマニホールドを4から2から1とし、排気干渉を防いだ、ツインエントリーターボチャージャーを採用。ターボチャージャーの形式こそ CT26 のままであるが、コンプレッサーハウジング内側にアブレーダブル容赦を行い、 チップクリアランスを限りなくゼロに近づけている。1994年4月 3SGTE のシリンダーヘッドを改良。これまでの焼結合金製、バルブシートを圧入する方式からレーザークラッド法ートに液槽分離反応の応用により、高質粒子をアルミ合金製、シリンダーヘッドへ直接均一に肉盛りできるようになった。これにより、 同弁形周辺の冷却性能が向上した。この技術は自動車技術会を受賞している1997年12月 3SGE に可変バルブタイミング機構が採用され、出力と燃費を大幅に向上させ、ビームスという通称が与えられた。1998年10月排気側にも可変バルブタイミング機構が追加されとなり210馬力まで、 出力を向上させた。なお、3SGE の派生版に当たるのが、トヨタ内製のハイメカツインカムヘッドを装着した 3SFE である。こちらは、レギュラーガソリン指定の実用エンジンであり、トヨタの中型車に幅広く搭載された。初期の 3SGE は、バキュームセンサーが泣きどころであり、何度かサービスキャンペーンが行われている。対応する駆動方式に関しては、 市販車で4種類選べた時期もあった。トムスが提供する F3 用エンジンのベースとして使われている。2002年までは 3SGTE が全日本 GT 選手権に参戦するスープラに搭載されていた。ターボ付きの 3SG エンジンはグループ C1 車両のトムス、ドーム 86C、トヨタ、ドーム 87C、トヨタ 88C にも搭載された。 また、バイクスピーク、インターナショナルヒルクライムにおいて、ロットミレンのセリカとタコマ用に対応された 3S、G は900馬力超の出力を誇り、13年もの間レコードタイムを放置した。肉厚の中鉄シリンダーブロックゆえ強度に長け、チューニングベースエンジンとして長らく用いられてきた。しかし、そのため重量が重いのが欠点である。 エンジンの形式名として 3SGTM または 503E と呼ばれている。ホモロゲーション切れの期限が迫り、F3 用エンジンについて 1AGFE をベースとした新型エンジンへの切り替えが進められた。一方で全日本海産選手権では2008年より 3SGE エンジンのワンメイクで競われるナショナルクラスが新設されるなど、依然として モータースポーツの世界で使われ続けたが F3N クラスでの使用も2017年シーズンをもって終了することになった。ありがとうございます。